昨日はよくも危うく俺だけ異世界に。何の話？何でもねえよ。始めろ、ユウスケ。ナビに金城の名前を入力したが、思った通り反応があるな。となりゃ、あとは場所のキーワードが2つ。どこ、何だと思っているかだ。でも被害がこの辺中心って以外手がかりはない。思いつくキーワードいろいろ言ってみるしかないぜ。うえ、無理だろそれ。ビルどんだけあると思ってんだよ。文句言わないの。バレスの方が分かれば連想で割り出せる可能性もなくはない。牛耳ってるっつうことは庭とかか。お金好きでしょ。札束風呂とかやる人いるって前にネットで見た。候補が見つかりません。ダメだ、話にならん。どうだ、何か思いつくか。ダメだ、話にならん。どうだ、何か思いつく。なるほどな。候補が見つかりました。よし、当たりだ。奴はこの町のどこかを自分の銀行だと思っている。もっと現実離れしたものかと思ったけど、銀行とかなんだ。金城なら一体どこを銀行って考える。金が集まる場所ってイメージなら自分のアジトとかじゃねえの。なら本物の銀行とか。それじゃ歪んでないことになっちまうぜ。ぐっそ、切りねえぞこれ。なんというか発想が普通すぎないか。バレスが放つあの狂気のパッション、あれが全く足りない気がする。いや、パッションってな。犯罪で金を巻き上げてる奴が考える銀行だぞ。もっと何か。でも他に銀行のイメージって言ったら、あ、お金を引き出せる場所とか。あ、もしかして被害者か。金は被害者の財布から引き出してんだろ。銀行は被害者のいる場所ってことか。うわ、えぐいそれ。でもありそう。おい、勘弁しろよ。金城の被害者とか渋谷全体で何人いると思ってん。ヒットしました。待て、ヒットしたぞ。え、俺なんか言った。金城が銀行と思っている場所は渋谷全体だ。は？街全部ってこと？なるほど、確かに被害者の居場所だな。恐れ入ったぜ、大した大悪党だ。っていうかさ、こんな人混みから入って大丈夫なの？ゴミ箱の中のゴミがなくなっても誰も気づかねえって。なら、行くぞ。ナビゲーションを開始します。ATM、 認知上の人間なんだろうな。これが金城の思う銀行。まさか町ごととはな。見ろよこの町並み、歪みが町の全体に及んでる。全体？ああ、お城や美術館の時は外の町並みは普通だったもんね。渋谷が丸ごと金づる、そういうことか。マフィアのボス張ってるだけあんな。金城の位置を特定して早くお宝を盗むことに専念した方がいい。町全部ったってどっかにアジトあんだろ。探そうぜ。よし、行こうぜ。
何か。ジョーカー、どこかに、どこかに研ぎ澄ませ。ちょっと待って、おい、金城は足がつかないか。なるほど、そりゃ浮くわけだ。で、どうやって行くわけ？モナってヘリとかになれんの？我が輩、車しか使えねえ。そこはなんか秘密兵器出せよ。うるせえ。我が輩は猫型ロボットじゃねえ。っていうか猫じゃねえ。今日はこの辺りが限度かもだ。なんか対策考えねえと。明日もう一回考えよう。一旦引くぞ、ダッシュだ。
テト。おい、最近考えるの、例の怪盗団のこと。もしお父さんが生きてたら。ごめん、食事中に。いいよ、続けて。応援したかなって、それだけ。そんなこと考える余力があるのはあなたが甘えてるからよ。そんなことは。ただ生きてれば家も服も食事にもありつける。私にはくだらないことを考える時間はなかったわ。お父さんが喜ぶ？ご立派な正義感掲げて死んでいって子供に負担かける父親のことなんて知らないわよ。違うよ、私は。いい加減自覚したら。今のあなたは役立たず。私の人生を消費して生きてるだけの存在。ごめん、言い過ぎた。疲れてるの本当に。明日からは外で食べるわ。何も浮かばねえな。今回ばかりはお手上げ。パレスが空中とかずるいよな。せめて現実の金城に接触できればな。ん？何？別に見かけたから。本当か？ずいぶん手こずってるみたいじゃない。様子を見に来たってわけ。いくら生徒会長でもこっちの仕事の役には立たないから。役に立たない。今のあなたは役立たず。私の人生を消費して生きてるだけの存在。実際そうだろう。高みの見物してればいいのよ。それともお得意の盗聴でもやってみる？金城ってやつに接触できればいいのね。さっきあなたたちがしてた話よ。金城の居場所が分かればいいんでしょ。おい、バカ正直に答えんなって。意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。今のあなたは役立たず。なんか言ったかい？いいわ、金城に会わせてあげる。一体何をするつもりだ？目がマジだったぞ。金城に心当たりがあるということか？いや、それはさすがに。なんか思い詰めてたよな。もう何なのあの人。いすぎだぜ。ダメだ、見つかんねえ。もしもし、私新島誠。いいからこのまま聞いてて。録音を。何？誰から？あなたたち金城って知ってる？はあ、バカ。あいつ何する気だ。セントラル街に来れば金城って人に会えるって聞いたんだけど。セントラル街？早まりすぎだ。
何したいわけ？囚人学園の生徒をゆすってるでしょ。警察にチクられたくなかったら私に会えて伝えなさいよ。殺されてえの？会ってくれるってさ、ノリなの。本当に金城のところに？乗れっつってんだよ。おい、今の前に絡んできた奴らだ。やっぱり金城と繋がってやがったんだ。電話は？金城さんに連絡しろ。いいのが連れてる。どこに行くの？金城さんの客じゃ手出せねえな。どこに行くのって聞いてるの。追いかけよ。リュウジ、タクシー。俺はナンバーもバッチリだ。伊達にクロッキーやってないぞ。だくそ、仕方しやがった。止まれっつってんだろ。リュウジ、お前ら早く乗れ。囚人の生徒会長ってマジかよ。俺に噛みついたからには分かってるよね。で、この番号誰？彼氏？何これ？なんだお前ら。虹子さん、何しやがった？ああ、そういうこと。つけられたらバカ。すげえ。前見たバッグ、ワニの、あれいくら？300くらい？うわー、いいの？そいつらにお礼言えよ。は？今すげえイラついてんの、わかる？金使うとストレス発散になんだろ？ガキが犬みてえに嗅ぎ回った上に勝手に上がり込みやがって。隙間見える？イラついたせいで300万円分も空いちまった。埋めねえと余計イラつく。俺完璧主義なんだよ。じゃあよろしく。意味がわからんな。なんだよ、みんな表情硬いな。未成年がクラブでランチキ騒ぎ、これ学校に送っていい？それは…あ、やべ、酒とタバコ映ってる。あー、ほんとウケる。お前らみたいなアホは俺の餌なの、わかる？現役美人生徒会長さん、いいか、警察にチクってみろ。お前らの家族から潰してやる。いつも通り一月と言ってやりたいところだが、まあ大勢いるしな。3週間だ。それまでにきっちり300万持ってこい。もうすぐ夏のボーナスだろう。ママとパパにお願いすりゃすぐだよ。帰れ、これからお楽しみなんで。はあ、ざけんな。構うな、今は誠の安全が第一だ。ごめんなさい、こんなことに巻き込んで。まったくだぜ。私がバカだった。悪いが全く同感だな。想像できそうなものだろ。ちょっとユウスケ、ただ役に立たなきゃって一人で焦って。ああ、もういいだろ。
やっちまったことは戻せねえんだから。お姉ちゃんにも迷惑かけちゃう。お姉ちゃん？私の姉は立派な仕事についてて、私なんかよりずっとできる人で、3年前父を亡くしたせいでいろいろあって、今は姉と2人で暮らしてるんだけど、私は子供だから負担しかかけてなくて。それで無茶したと。どうにか誰かの役に立ちたくて。でもよ、よく知らねえけど、子供だから役立たずってのはちょっと違くね。事実だから。特にあなたには本当に悪いことしたと思ってる。え？鴨志田のことは今思えば学校ぐるみで隠蔽されてたんだと思う。私心のどこかで気がついてたのに何もできなかった。ううん、しなかったのよ。その気になれば何かできたはずなのに。私みたいな人間こそ本当のクズって言うのかもね。本当のクズは自分のことをクズなんて言わないから。え？何もできなかったのは私も同じ。あなたが前に言った通り、誰より近くにいたのに。それに悪いのは鴨志田に決まってんでしょ。志保だって私だって分かってる。高牧さん、君も居場所はなかった。そういうことか。私も二度と誰かを同じ目に遭わせない。さてこれからどうする？お金は私が何とかするから、金城の件はここまでにしましょう。そりゃ無理だ。俺らだって狙われちまった。これ以上一人で暴走されて状況が悪くなるのだけはごめんだな。あの銀行さえなんとかなりゃな。龍二、銀行？あ、そうか、銀行か。役立たずどころじゃねえ。彼女大手柄かもしれねえ。お前ら聞いてくれ。大手柄？どういう意味？猫？あの、みんな大丈夫？我が輩たちは金城の標的になった。金城の銀行の客になったってことだ。そうか、今まで入れなかったのは銀行から客だとみなされていなかったから。特に彼女は乗客なんじゃないか。連れて行こう。こうなった責任は取ってもらわねば。お、やべえ、話についていけねえ。あれだけ無茶して体を張ったんだ。今や彼女にも知る権利がある。ついてきてくれるな。ついていくって、え、どこへ？どこだ？さあ。しろって、シャドウたちに気づかれんだろう。化け猫！ガーン！モルガナだよ、彼のカバンに入ってた猫。ここに来るとそうなるの。その声、高牧さん？ここ、どこ？金城の…まあ、心の世界かな。は？金城の歪んだ欲望が具現化したもう一つの現実だ。もう一つの現実？浮いてる！これが現実なの？なんてこと。ごめんなさい。でも実際にあるんだから疑いようがないわよね。心が見せる現実、社会認知心理学上の錯視の応用みたいなもの。
私らの方が分かんないわ。それそうか、心を盗むって認知を書き換えるってことなのかな。理屈だけはなんとなく。お前よりすごくね。お、同じくらいだ。じゃあこの世界のどこかに ATM になった私もいるっていうことかもな。とにかくお宝を取れば金城を改心させて自白させられる。うまくいけばだけどな。うまくやるさ。金城みてえな悪あげりゃ俺ら注目浴びまくりだぜ。俺たちの正義も揺るぎないものになる。そうすれば困ってる人とか弱い立場の人勇気づけられるかな。弱い立場の人たちのためか。お父さんと同じこと言うんだ。お父さん？ううん、なんでもない。あの銀行に行きたいのよね。なら行きましょう。私があの銀行の顧客になったんならゲートはただ一つだから。マジ？向こうから来やがった。計算通りだな。時間外の銀行ってカードをかざして入るでしょ。ああいう客としてのアイデンティティがあればいけるかなって思って。私金城の金づるだし。なるほどな。それにしても大きいね。銀行なんてめったに来ねえから妙に緊張しちまうな。この格好で銀行とかモロだよね、ザ・強盗。確かに。ここから先はシャドウが多そうだ。え、何？敵が襲ってくるの？なるほど、合気道なら覚えがある。誤信なら心配しないで。シャドウ相手に誤信もないが、ま、ないよりマシか。正面から行くしかないんでしょ。乗客なんだし堂々としてないとね。役に立たせてもらうから。